Welcome to Kyoto, Welcome to 夢屋八幡 TV。 本日は寺田屋に来ております。龍馬の痕跡です。伏見の酒蔵ですね。中入っても取れないと思います。伏見の土佐藩邸と言ってますね。馬通りです。後で参ります。風情がありますね。何度か散策しました。月桂館です。大阪蔵です。ガラスやったと思います。
石桜のジビル工場ですね。京都の中心地とはまた違う風情がありますんで、ぜひお越しください。では本日の散策はこれにて終了させていただきます。ありがとうございました。